こんにちは、 NPO 会計道税理士の脇坂です。今日は法人が寄付をした場合の寄付金の損金算入限度額というテーマでお話をしたいと思います。株式会社などが、NPO 法人とか公益社団法人とかそういうところに寄付をするという場合に、その寄付をした金額が経費扱いができるかどうかということについての法人税法上のルールがありますので、そのことについてお話をさせていただくということです。まずこの話の大前提として、寄付金というのは通常会社が使う経費について他の経費と扱いが違うんだということをまず理解していただく必要があります。会社は通常利益を上げるため、売上を上げるために様々な経費を使います。物を仕入れたり、人を雇ったり、家賃を払ったり、これは会社が売上を上げるため、あるいは利益を上げるために使うわけです。ところが寄付金というのは売上を上げるため、あるいは利益を上げるためなのかと言われると、ちょっと微妙な部分があるんですね。で、ちょっと具体例でお話をさせていただきたいと思います。ちょっと古い例で恐縮なんですけれども、2008年の北京オリンピックの時に私は非常に印象深い話があったんですね。フェンシングの太田選手っていう選手がいるじゃないですか。で、彼今ね、もう引退して今フェンシング協会の会長になってますけれども、彼が銀メダルを取って一躍有名になったのがこの北京オリンピックの時なんですね。で、この北京オリンピックで彼が銀メダルを取った後に、新聞だかインターネットだか忘れたんですが、こんな記事が出てたんです。フェンシングってね、やられてる方申し訳ないんですけども、ちょっとマイナー競技でじゃないですか。で、日本フェンシング協会っていうね、サッカー協会みたいなところですが、あるんですが、なかなかお金が集まらないと、団体なんですね。で、そこに、当時、博多の明太子の山屋っていう会社の社長が、そのフェンシング協会の会長になって、その山屋が中心になってってことだと思うんですが、6000万円の寄付をフェンシング協会にして、彼はそのおかげでヨーロッパに武者修行に行って、銀メダルを取れたんだと。こういう記事が出てたんです。この山屋が出した6000万円ね、山屋が中心に出した6000万円。結果的には、ものすごく広告宣伝効果があったと思うんですよ。で、私なんかもね、九州なんかのね、空港行くと、明太子屋さんがいくつかあるじゃないですか。そうすると山屋があるとね、あ、山屋だって思うんですよ。ものすごくイメージアップ効果が高かったと思うんですね。なんで、この山屋が出した6000万円、中心になって出した6000万円は、間違いなく山屋の売り上げに貢献したと思うんですね。だけど、彼が銀メダル取らなかったら、おそらくこの話はほとんど誰も知りませんね。つまり寄付金というのは、売上を上げるため、あるいは利益を上げるためなのかと言われれば、そういう要素もあるんだけれども、でも他の経費みたいにそれが直につながるのかというと、やっぱりそうじゃないわけですよ。例えば、今回コロナで言うとね、コロナのためにいろんな企業が支援的な寄付金を出すということあると思います。その時に、企業のイメージアップ的な、ね、効果を期待するという部分がないわけではないでしょう。だけども、じゃあそれが出した金額だけの効果があって、それを見込んで出しているのかと言われれば、それはまたちょっと違うわけですね。そこで法人税という税法では、もう一種の割り切りをして、その出した寄付金に対して、その会社の資本金などと所得金額、これをベースにして、その法人が出した寄付金について、経費にできる金額に限度を設けて、その限度を超えた部分については経費扱いできないよと、こういう扱いにしてるんですね。で、法人税法では経費のことを損金と言いますので、この損金にできる金額、つまり税金を計算する上でおいて売上から引ける金額ですね。これに限度を設けて、損金算入というのに限度を設けてるという扱いをしております。これについてこの後見ていきます。で、大きくその寄付先によって3つ分かれます。で、まず一番下からいきますね。上記以外っていうのは、通常の NPO 法人とか、一般社団財団とか、そういう税の優遇がない団体、任意団体も含めてですね、
あるいは普通の株式会社、他の株式会社に寄付しているって場合もありえます。そういうような場合については一般寄付金の損金算入限度額と言われている損金にできる金額、経費にできる金額は非常に低い金額までしかできないと。それを超えたら超えた部分については経費扱いできないよということになってます。それに対して特定公益増進法人への寄付から認定 NPO 法人への寄付は特別損金算入限度額といって、通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別に枠を作って、そういうところに寄付したら別に損金算入額があるよと、限度額があるよという扱いをしているんです。で、特定公益増進法人って何かっていうと、独立行政法人、公益社団財団法人、社会福祉法人、学校法人、そういうような法人です。で、認定 NPO 法人だけは別扱い。これちょっと税法のね、扱いで、特定公益増進法人っていうのは法人税法で位置付けられてて、認定 NPO 法人の寄付っていうのは、租税特別措置法っていうね、まあ、次元立法で扱われてるんで、まあ、そこでちょっと取り扱いに違いがあるんですけれども、まあ、それはまあそんなに重要じゃないんで、こういうところに寄付した場合については、損金算入額はちょっと広いよということになっています。さらに、国や地方公共団体への寄付から指定寄付金と言われているものについては、全額損金算入扱いしていいよと。全部損金していいよ、経費扱いしていいよと、こういう扱いになっているということなんですね。で、指定寄付金ってものですけれども、いくつかそういう指定されている寄付金ってあって、まあ、例えば赤十字なんかの寄付なんかはこの指定寄付金というのに該当するんですけれども、赤十字で、ね、まあ、一定のものなんだけども、指定寄付金というのに該当しますけれども、実は NPO 法人なんかでもこの指定寄付金になることってあり得て、今回のコロナでもこの指定寄付金、認定 NPO 法人とか公益社団財団のコロナ枠での指定寄付っていうのを受けた場合についてはこの全額損金扱いできるというものがあります。これ別の動画でご紹介しているんで、下の方にリンクも貼っておきますので、まあ、それをご覧いただければと思います。まあ、通常多くの大部分の株式会社からの寄付については普通の NPO 法人とか一般社団財団あるいは任意団体、そういうものについて寄付した部分については一般寄付金の損金算入限度額で、認定 NPO とか公益社団財団とか社会福祉法人とか学校法人とか、そういうところで寄付については特別損金算入限度額という通常の枠よりも大きな枠の損金算入枠があるよ、経費にできる枠があるよと、まあ、こういうふうに理解していただければいいかなと思います。じゃあ具体的にこの一般寄付金の損金算入限度額、特別損金算入限度額っていくらなのという話なんですが、これは計算式があります。まず一般寄付金の損金算入限度額は資本金等の額かける12分の当期の月数かける1000分の 2.5 プラス所得金額かける100分の 2.5、 これの4分の1までが損金算入限度額ですよと、こう言ってるんですね。で、資本金等の額ってやつですけども、これ資本金以外に資本積立金っていう税法ではちょっとものがあって、まあ、それもプラスした金額です。で、資本積立金って、まあ、会計で資本剰余金っていうのがあるんですが、完全にイコールではないんですけれども、まあ、それにちょっと近い考え方だというふうに理解していただければいいかと思います。まあ、通常中小企業なんかあったら、まあ、ほとんど資本金とイコールになるケースが多いかなと思いますけれども、もうちょっと中堅とか大企業になってくると資本金だけじゃなくて、そこに資本剰余金とかそれ以外の要素が絡まってくるんで、必ずしも資本金のことではありません。それに12分の当期の月数ですから、まあ、通常12ヶ月ですよね。なんで12分の12、まあ、半年決算とかいう場合については12分の6と、これに1000分の 2.5 プラス所得金額っていうのは、これ法人税を計算する上での計算の大きさになるものです。なんで基本的に損益計算書の当期利益とはイコールには必ずしもなりません。まあ、ならないケースの方がむしろ多いですね。例えば交際費の扱いがちょっと違ったりとか、あるいは、まあ、寄付金もそうなんだけども、それ以外にもいろいろね、法人税の扱いとかいろいろね、違いが出てくるんで、必ずしも会社の利益とはイコールにならないけど、まあそれに近い概念だというふうに思っていただければいいです。それの100分の 2.5 を4分の1するということなんですね。
で、ちょっとこの計算式だけだと全然イメージつかないと思うんで、具体例を挙げてみたいと思います。資本金1000万円で所得1000万円っていう、まあ、中小企業ですね、そういう株式会社が寄付をした場合について、じゃあいくらまで損金参入枠があるのと、まあ、一般寄付金ですね。その寄付先が認定を受けてない NPO 法人とか一般社団財団とか任意団体とか、そういうところに寄付した場合についてはいくらまで損金参入枠があるのということです。で、資本金1000万で所得金額1000万っていうのは、まあ中小企業としては悪くないですよ。あの資本金1000万ってね、非常に多いですよね。まあそれなりの規模の中小企業、あの資本金1000万って非常に多いです。で、所得1000万っていうのも、これいわゆる利益が1000万出てると考えると、中小企業としてはそんな悪くないです。まあまあいい会社というイメージですね。そういう会社についての一般損金参入枠はどれぐらいかっていうと、1000万円かける12分の12、資本金1000万ですからね、かける1000分の2.5、2万5000ですよね。1000万円かける1000分の 2.5 だから2万5000、プラス所得金額は1000万円で、これには100分の 2.5 かけますんで25万円、合計した2万5000円と25万円を合計した金額の4分の1ということなんで、6万8750円。これが損金にできる金額の限度なんです。これ結構ちっちゃいですよね、金額としては。つまり10万円寄付したら全部経費扱いできないよと、損金扱いできないよと。そのうち10万円と6万8750円の差額部分については損金にならないよということですよね。なんで結構枠が小さいなというイメージを持たれた方多いんじゃないかなと思います。もちろんこれね、資本金が増えて所得金額が増えればこの金額も当然増えてきますけれども、まあ、そういう、ね、会社は逆に寄付金もっといっぱい出すというケースが多いんじゃないかなと思います。それに対して特別損金参入限度額については、資本金等の額かける12分の当期の月数かける1000分の 3.75 プラス所得金額かける100分の 6.25 合計した金額の2分の1ということなんですね。これも具体例でお話をさせていただくと、同じ例ですね。同じ例で資本金1000万、所得1000万円だと、1000万円の12分の12、これの1000分の 3.75 ですから3万7500円。プラス1000万円かける100分の 6.25、62万5000。この合計に2分の1をしますので、33万1250円ということになります。だいぶ広がりますね。寄付先がこういう特定公益増進法人、認定 NPO 法人の寄付だと、この 68,750 円とは別に 331,250 円の損金枠があるよと。こういうことなんです。で、これね、68,750 円と 331,250 円、合計すると40万円なんですよ。つまり、もし寄付先が1箇所だったらですよ。一箇所だったら、この一般寄付金の損金参入限度額も、この使えますから、認定 NPO とかね、特定公益増進法人なんかに寄付した場合も使えますから。そうすると、40万円まで損金参入枠があるよ、ということですよね。普通の、ね、認定受けてない団体に寄付したら 68,750 円しか損金枠ないんだけども、それ認定団体なんかに寄付すると40万まで損金参入枠あるよ、ということですから、まあ、だいぶ枠が広いということですよね。ですんで、こういう団体に寄付しやすいようにということで、まあ、こういう特別損金参入限度枠の制度があると。でも全額損金扱いじゃないんでね、果たして本当に全額損金になるかって、これはですね、なかなかわからないです。よくね、例えば私もたまに質問を受けるんですけども、NPO の人なんかから、が寄付してもらった時に全部損金になるかどうかってどうやったら分かりますかって言われるんですけども、会社の決算書を見てもね、分かりません。中小企業の場合はね、まだ大体ある程度分かるんだけども、なんでかっていうと資本金等の金額イコール資本金になるケースが非常に多いし、
会社の利益も所得金額と大体そんなに変わらないケースが多いんで、大体ある程度分かるんですけれども、特に大企業の場合についてはこれはなかなかですね、資本金等の金額がいくらなのかって決算書見ただけでも分からないし、所得金額がいくらなのかってこれも会社の損益計算書の当期利益見てもね、なかなか分からない。特に大企業はいろんな調整があったりするんで分かりにくいんで、なかなか分からないというのは現実です。まあ、なんですかね、一応こういう算式になっているということをまあご紹介してあげるということでもいいんではないかなと思います。下にね、国税庁の分かりやすいパンフレットがありますので、まあ、それもね、ちょっとリンクで貼っておきますので、そういうのもご紹介しながら、会社の人にはね、株式会社の方なんかにはご説明していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。このような形でね、まあ、いろんな情報をこの後もどんどん発信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。